の高校を卒業した菊之助は上京後憧れの極真会館本部に入門。185センチ85キロという恵まれた体格を武器に高く険しい空手人生がスタート。ところが次第に空手の魅力に取り憑かれ会社を辞め空手一筋に打ち込むようになっていった。その恵まれた体力と東北地方特有の粘りで菊之助は着実に強くなり本部指導員を務めるまでになった。そんな菊之助に突然沖縄支部長の話が出てきた。当時沖縄には極真会館の支部がなく極真空手を習いたいと地元からの多数の問い合わせが鹿児島支部武和也支部長のもとへ寄せられていた。もう一試合ご覧いただきます。まず画面向かって右側ですが、ゼッケン189番江口義晴二段です。一方の左側196番七戸康弘四段、この対決、江口二段の方が体重86キロが優勝候補の一角と言われています。その七戸なんですが、やはりこの試合も優勢進めてますね。また中段の下切りかわしますが、さて画面の右側の滝田岩尾選手なんですけども、空手を始めてまだ1年と1ヶ月。そうなんですね。徹底的に左が最高、左抜けた、ありましたね。
そして左へ、これは入ってます。思わずモンドリューって変わりました。ベスト角度から一旦右、そこでちょっと体勢が崩れたところ、足上げたところ、これです。では勝ちました七戸選手のインタビューです。このウェイト性がぜん強いですね。いや、まあ、トヨタ運がいいだけでってことで